だったらね、マイミロちゃんのグッズのみなんですが、やっぱりね、推しがシナモンっていうことで、ひめちゃんのね、欲しいシナモンちゃんのグッズも買っちゃったんで、サンリオの購入品紹介とか言いながら、マイミロちゃんの購入品とシナモンちゃんの購入品です。ちなみにひめちゃん、はい、知ってます?2020年度のサンリオの総選挙、結果が出たんですけど、1位誰だったか知ってます？そりゃもちろん人気なマイメロでしょ。ノー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 、マイメロちゃん4位だったの。ピエー、次なの？シナモン。まあ別にね、メルツもシナモンちゃん大好きだから全然1位いいんだけど、なんでさマイメロちゃん4位なの？マイメロ2位だろ普通そこは。悲しみ。絶対ね、2021年ではね、1位に返り咲いてほしい。ということで、皆さん一緒にマイミロちゃんを応援してください。はい、ということでね、はい、早速紹介していこうかなと思います。はーい。今回は、まあ、トータルで言えば、2万5000円くらいの購入品紹介になりますね。はい。はい。じゃ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 ーん。これね、なんで箱が2つに分かれてるかって言ったら、以前にね、動画で紹介したメゾンドフルールのコラボ商品なんだけど、マイメロちゃんがその時にメロツ買えなくて、で、その後に予約が、なんか二次生産みたいな感じで出たから、それで予約してたものが今回ちょうどいいタイミングで届きました。見て見て見て、超可愛い。このマイメロちゃん美食ね。じゃあ可愛いよ。シナモン可愛い。マイメロ可愛い。シナモンの方可愛い。どっちも可愛い。いやもうこれでやっとなんかメゾンドフルールコラボグッズに関してはもうやっと満足できた。他はもう全商品持ってるから確か。そんな。うん。ちなみにこれは一つで5500円くらいかな。可愛い。そんなちっちゃいので5500円もその二つ。高っ。ニトベイナゾー飛んでっちゃった。あ、ニトベイナゾーじゃないか。誰？溢れ出す昭和感出ちゃった。ニトベイナゾー。はい、じゃあ続きまして、こっちの高いやつです。あげちゃうよ。せーの、じゃーん。わー、もう待って、見えちゃう見えちゃう。はい、じゃあまずはこちら、じゃーん。こちら内輪ケース880円です。超可愛くない？可愛い。今年こそは絶対にキンプリのライブに行きたいなって思って、ヒラノキューのうちわ買ったらつけるんだ。もう一回言って。ヒラノキューのうちわ買ったらつけるんだ。つけるんだか。ヒラノキューのうちわ買って捨てるっておかしいや。ヒラは誰推し？レン君。キングは全員好きよ普通に。うん。プリンスは？なんだその笑い。コンサート行きたいな。やんないかな。私は中止じゃない。急にテンション下がった。悲しみの後ろでやったの。内輪の尺長いなんて。はい、で続きまして、はい、じゃん、マイメロちゃんのぬいぐるみ。ないよ。違う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 よ。よーく見て、こっちはフードついとる。こっちはワンピみたいなやつ。ワンピかシャツかみたいな感じ。ちょっと触り心地もちょっと違う。触ってみ。こっちもふわふわしてるやろ。でも一緒やん。でもこれさ、今回買ったマイメロちゃんはどっちです？ソンって言われたらさ、やっぱさ、梅雨の時期でさ、雨やん、うん、だから多分こうカッパをイメージしとるんちゃう、これ。ほら、かわいい。でもさ、見て、マイメロフードかぶったい。続きまして、はい、じゃん。さっきのぬいぐるみの小さいサイズ。あのね、これね、ママの買い物パターンなんだけど、だいたい何か1種類出ると、こういう大きさ
とこういう大きさとあと中くらいと3種類ぐらい出たりするの。だいたい2種類買っちゃうよね。かわいいもん。かわいい。かわいい。同じさデザインでもちっちゃくなるとちっちゃくなる。すごくかわいく感じな。これ横から横からポケット。こういうちっちゃいの好き。うん。かわいいや。ほんと？かわいいや。はい、次行こう。続きまして、こちらです。じゃーん！USB 充電式ハンディ扇風機。出た当初さ、完売しちゃっててなかったんだけど、ちょっと時間置いたらね、復活してたの、在庫が。かわいい、これ。あ、でも待って、ママの好きなマイメロ。ママの好きなマイメロじゃないよ。じゃない。はい、あ、そうだね。ママピンクのマイメロが好き。ユニコーンになってる、かわいい。かわいい。おー、ライト赤、すごい。長押ししたらライトがつく。すごい。あ、レインボー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 。すごい。あ、凍えそうな季節。なんなんそれ。え、TM レボリューションや。知らん。知らんの？知らん。はい、じゃあ続きまして。はい、続きまして、はい、じゃん、シナモン冷水ピッチャー。これあのお茶とか入れるやつや。おー、いい、かわいい。これはね、あれだよ、縦にも横にも置けるの。え、違う違う、縦にも置けるの。違う違う、縦にも横。どういうこと。これ本当はマイメロちゃんが欲しかったんだけど、マイメロちゃんがなくて、姫がシナモンちゃん好きだからシナモンちゃんにしたの。シナモンちゃん、フルーツに囲まれてる。ちょっと今使ってるね、あのお茶入れるやつがちょっと大きいの、2リットルぐらい入るやつだから、もうちょっとなんかちっちゃいサイズが欲しいなと思って、これ 1.2 リットルです。はい、じゃあ続きまして、じゃん、これエコバッグ。嘘やろ、そんなちっちゃいエコバッグあるわけないやん。そうやろ、そう思うやろ。これ見とって、デレデレデデーン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 。何や、キヨちゃんは。マイメロちゃんのね、エコバッグね、最近さ、コンビニとかもさ、ついにさ、袋が有料化になっちゃったの。だからさ、エコバッグ欲しいなと思って。超可愛くない、このエコバッグ。可愛い。なんでこれこうやってしまっとけば、ほら、いいやろこれ。あ、かわいい。シナモンじゃないな。いや、買い物するのはさ、ママや。はい、じゃあ続きまして、こちら、じゃん、これ何やと思う？え、ポシェット。ポシェット？チャラララララチャラララララララシート？エコバッグ。これは M サイズなの。 M サイズ、いい、エコバッグ、いいや。ほら、さっきのはちょっとちっちゃいからさ、ほら、用途に合わせて使い分けしようと思って、エコバッグのこれ M サイズ。あら、かわいい、メイドちゃんの、マイメロちゃんで、これもね、こうやって入れとくの。はい、じゃあ続きまして、はい、何ですか。じゃあこれはね、姫ちゃんに買いました。じゃん、マイメロちゃんのシールセット。かわいい。これはね、全部で100柄、全200ピースプラス1ステッカーだって。あ、そうだ、これだ、これ。で、中にいっぱいシールが入ってるの。シナモンちゃん？シナモンちゃんなかったの。なかったから、マイメロちゃんにした。まあ、マイメロちゃん可愛いからいいんだけど。かわいい。続きまして。はい。じゃん、はい、こちら、はい、シナモンちゃんのお箸。やったお箸持ってるから、姫ちゃんにシナモンちゃんバージョンを買ったの。あー、かわいい。シナモン。かわいい。いや、ボケ取る、ボケ取る。ボケ取るよ。すっごい、姫のさ、鼻と口がめちゃくちゃアップで映っとるやん。これでさ、ほら、ちゃんとした箸の持ち方で使って、ほら。また言われるよ、小林に。
ひめちゃんの箸の持ち方が悪いの直してあげてくださいって。ママがさ、毎回毎回ご飯のシーンがある動画でさ、ひめちゃんの持ち方直してあげてくださいって言われとるんやけどさ、なあ、ママは言っとんのに直らんだけやのにさ、毎回毎回言われとるんやから、やからそろそろさ、いい加減直してくれへんから、ママがさ、なんか言われてさ、小林からブツ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 言われてイライラするからさ、お願いやからさ、箸の持ち方直してくれへんから。はい、じゃあ続きまして、はい、じゃん、550円です。可愛くないこれ。ユニコーンちゃんになっちゃってる。みんなこれ持ってるぬいぐるみバージョン。ね、ひめちゃんの。やったー。やっと引く。やったー。続きまして、じゃん。お茶碗。可愛い。なんかさ、りゅうちゃんがさ、ほら、皆さんあの動画見てくれた方をご存知と思うんですけど、お茶碗割っちゃったから。だからね、新しく追加しちゃいます。やっぱりキッチングッズはね、ほらマイメロちゃんとかがいいよね。あとフランフランとかママ好きなのは。はい、じゃあ続きましてこちらです。じゃーん、こちらダブルクリップ、超かわいい。このクリップはママのなんだけど、何に使うでしょう。あれこうさ、アイメーターとかもらった時に挟む。違う。正解は、これは料理とかでさ、こう野菜使ったりとかさ、なんか開けるじゃん。でもさ、こう全部使い切らない時に止めとくやつ。あー、いいな。1個欲しい。1個やったらあげるで。1個欲しい。はい、じゃあ続きましてがラストでございます。はい、はい、じゃーん、また私の出たよ、フェイス型ダブルクリップ。こっちの方が新作なの。そう、シナモンかマイメロかじゃん。ちょっと違うやん。いや同じやん。何が違うかって聞かれたら分からんけど、こっちの方が新作やったの。これでほら、またさ、キッチンが楽しくなるよ。キッチンが、あ、かわいい。これ片栗粉をこう袋ピピピって挟んだりとかさ、めっちゃ欲しいやん。可愛さを選ぶか実用性を選ぶかやから、今回これ可愛さで選んどる。普段別に100均ので。可愛いとか求めなくていいよ、料理に。いや求めさせてよ、あそこはママの領域。いはい、ということで今回は、25,000 円分のサンリオグッズの紹介をやってみました。どうだった？何が一番嬉しかった？それ以外に橋とかさ、ほらクリップとかさ、これもひめちゃんに合わせて買ったしさ。これが買ったちゃうやろ。じゃあそれはひめがこれがいいって言ったやん。立てとよく燃えすの。かわいい。今回のお買い物もね、大変満足でございましたね。うそー、全然満足してない。うそー、もっとシナモンのグッズみたいな欲しいって思って。本当？でチューしたら買ってあげるよ。シナモンのモノマネしてみて。来い来い。シナモン、僕がシナモン。ないからリューチャロうちは入れてみよう一回、うん、さあパッパカピー姫ちゃん入れ方わかるかな。いや普通に考えたら下からやろ。いやそういうちょっとちっちゃいんさ。普通のうちのサイズやから。あ、そうそう、いい感じに合わせて。あ、かわいい。かわいい、かわいい。いやケースやからそれ。ケース。あ、うちはあるから別に扇風機いらんのっちゃう。
扇風機はいるよ。